はいえー、ミノルタのハイマジック7です、えー、別の、えー、動画で使い方を捨て説明してるんですが非常に重要な点、えー、一応説明し忘れましたので、えー、追加しておきます、えー、セルフタイマーです、はい、セルフタイマーのセーターここなんですけれども、えー、ご使用の場合ここ露出オート、えー、ですねオートの時は絶対に入りませんはいロック上がかかってます巻き上げても ロックかかってまますので絶対に入りません。ちょっとつまんだ時に柔らかい感じがしますので無理に入れてしまう方はおられるんですけれども入れてしまうともう中でシャッターの機構と連動しますので破損してしまうことがとても多いので治らないことが多いですご注意ください h、えー、マジックセブ7のセルフタイマー使用時はまずマニュアルにしてくださいファインダーを除きます はい、EV 値が出ていますので例えば12に出ていたとしたらですねオートの場合はそれを設定する場合はありませんからこの表示は出ていないんですがピンを押してリングを開放してですねこのようにマニュアルで露出を設定する形になりますとここに表示が出てきます数字。はい今13 でファインダーの数値を除く12だということでしたら例えば絞り値を変えてみて12になるようにするはいそれで二重画像をファインダーを除きなが合致させてで巻き上げてはいセットできるようになりますマニュアルでの設定です セルフタイマーを、えー、絶対にオートで無理に入れないでください。でこれでシャッターを切りますと、えー、このように、えー、これ自体、えー、ですね、セットピン、大、え、体、ー、いい一緒に走るようになっているものが多いんですけれども、一緒に走りません。はい、えー、ずっと、えー、このままです。で切れると、このように、はい、元の位置に戻るというふうな形になっていますので、えー、動作確認の際、えー、また通常使われる際ですね、オートで、えー ハイマチック7のセルフタイマーはオートモードではセッティングできませんのでご注意くださいマニュアルで設定してください。はい以上です